今日は滋賀県の方にキャンプに来ております。今ちょうど時間が12時前で、最初にねふるさと工房っていう野菜売ってるお店で、ちょっと名前忘れたんですけど、ズッキーニとこれはなんとかなんか海藻みたいなヘルシーな野菜を買いました。これは今日の晩ご飯に使います。ちょっとまだ今お昼時なんで、まずこのお蕎麦屋さんでお昼ご飯を食べていきます。はい、今道の駅の国営源氏渓流の里というところに来ました。本当はここでちょっとあの野菜とか明日の朝ごはんになるようなものとかを買おうと思ったんですけど、なんと火曜日は定休日です。行く人お気をつけください。なんかねマップとかに見たら、いろいろキャンプ場とか販売所とかの情報が書いてあったんで、まずとりあえず今日行きたいのがこの15番の島田キャンプ場。ここからね鶴のとこにあります。ここね1泊2000円で泊まれるみたいで、なんか今日は管理人の人はいないみたいなんですけど、電話したらまた料金もらいに行きますってことで、結構気軽に使えることができました。特に予約もしてなかったんですけどね。今からキャンプ場の方向かっていきます。はい、到着しました。ちょっと結構キャンプ場が広くて、奥の方に来たらこんな感じの場所です。平日やのに結構人多いですね。とりあえずこの辺にテントとタープを設置しようかなと思います。めっちゃ涼しい。これ多分体感20度ぐらいかな。湿度も多分あんまりないと思うし、いい感じです。テント立てていきます。Yeah, yeah, yeah. Yeah. Better off, better off. I am wicked, you're insane. But I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, はい、撮影が完了しました。久しぶりにね、山岳テントのニーボアトム2Pを2人で使います。基本いつも1人1人キャンプにしか使わないんですけど、今日は別で寝ようと思います。今ね、コールマンの5人用かな、5人、4、5人用のやつを使うんですけど、重たいし、設営がちょっとめんどくさいんで、こっちを持ってきました。まだ1時半なんで、探検か近くに牧場とかもあったんで、ちょっと散歩していきたいと思います。はい、撮影完了です。ここのキャンプ場について少し紹介しておきます。ここは滋賀県の東近江市木和田町にある木和田キャンプ場というところです。この木和田町には、何種類か5個ぐらいかな、結構いろんなキャンプ場がたくさんあって、近くにその中の1個がこの木和田キャンプ場というところです。で、ここの近くにある道の駅が、奥永源氏渓流の里っていう、道の駅があるんですけど、結構ね車で5分ぐらいかな。なんで、食材とか、そこで調達して、ここでキャンプっていうこともできます。ただね、火曜日がお休みなんで、平日行かれる方は気をつけてください。で、ここはトイレと、水道がちゃんと完備されてて、ここのね、なんか、木和田キャンプ場系も敷地結構大きいんですけど、水道もね、2箇所ぐらいあってね、この場所、今僕がいる場所からはすぐそこにあります。で、温泉が、近くに、一番近くて、結構ね、旅館とかはたくさんあるんですけど、
日帰り入浴できるのが、八風の湯っていう、ここから多分20分ぐらいで10キロぐらいかな。そんなところが多分一番近い、温泉なんで、行かれる方は、そこまた行ってみてください。ぐらいかな。と、料金がですね、1泊2000円。で、2泊で3000円。電キャンプの場合は1000円ですかね。結構リーズナブルで、良心的な価格だと思います。リーズナブル。え？リーズナブル。リーズナブル。リーズナブルです。で、今日は、予約しな、せずに、朝行くときにもう電話したんですよ。んなら、今日受付の人が、まあ、いないんですけど、まあ、適当に後でお金をもらいに行きますってことで、特に予約なしでも今日は来ることできました。結構、大きいんでね、あんまり満員になることあるのかな、わからないんですけど、ただあんま、なんか区画とか区切られてる感じじゃないと思うんで、そういうサイト経営ではないです。で、この、僕がいる目の前には、川が流れております。なんでね、今ちょうど6月の16日なんですけど、今日は、結構やっぱ外の、大阪、僕大阪から来たんですけど、大阪は結構暑かったんですけど、こう来て降りた瞬間、涼しいってなりました。結構やっぱ川も近いし、森の中っていうことで、割と涼しいんで、避暑地にはなるんじゃないでしょうか。じゃあ今から、お菓子を食べて、ゆっくりしていきます。このテントサイトは、そこにあります。めちゃくちゃ綺麗じゃないでしょうか、ここ。森の中のキャンプ場。今日のタープは DOD のチーズタープです。今からちょっとね、散策の方に行きます。今日は平日なのに車がたくさん。ちょっと歩いていきまーす。いいかも。ちょっと歩いてまーす。最近は日差しがそんなに暑くないです。綺麗なんで最高ですね。これは本当に4月5月とコロナウイルスの自粛で全然こういう大阪から離れれなかったんで、久しぶりにこういう自然豊かなところに行くのは気持ちがいいもんです。歩いていきます。ティータイムです。草が入れてくれてます。わ、ユーターンみたいな。わ、餌は少なくてもいいね。あ、そうなの。じゃあ、できない、これでいい。濃い。いただきます。
クリカ2人用で、そうで、ちっちゃい方でいつもご飯炊いてます。このエスピットが作る燃料を使った、固形燃料を使った、ミニコンロの場合はそれを1個燃やすだけで済むんで結構便利です。最初に火つけてほっとくだけで大丈夫です。ただ寝ろうそくなんで火が消える可能性があるんで、こういう風防はした方がいいと思います。今からお肉の下準備をしていきます。クックパッドで結構簡単そうな、一番簡単なレシピがあったんで、ちょっと脱脂オーブンを温めていきます。取る。この三脚のいいところは、この調節がちょっとしやすいところです。だからもう彼弱火にしたのかな。リンク貼っときます。 Amazon でも1000円台で買える、結構おすすめです。これキャンプの時はこの4種類の調味料を持っていきます。オリーブオイル、塩コショウ、粗挽きのブラックペッパーと魔法のクレイジーソース。昔はキャンプの時は結構バーベキューとかがメインだったんですけど、最初の数回でそれはもう飽きてしまいました。やっぱこういうフライパンとか、いろいろなダッチオーブンとか、ちょっと調理器具を揃えるだけでご飯のバリエーションが増えるんで、キャンプの楽しみ方が増えてきます。これはウニクレープの8インチの1人2人で使うのは全然十分あります。まあ、4人とかなるとちょっと借り苦しんで12インチとか11インチとか、もう1個上のサイズ買った方がいいと思います。まあね、鉄の器具は手入れさえしておけば毎日的に使えるんで、長く使いたい人にはおすすめです。ダッチオーブンもやっぱいろんなメーカーから出てるんですけど、ミニフレーム、なんか特殊な鉄板やから、基本はね、洗剤とかたわしとかあんまり使わない方がいいっていうのが一般的なんですけど、ユニフレームのこの長文は両方とも使えるんで、あとの洗い物が楽です。オリーブオイルを、ここも水で掴めないんで、そのまま行きます。何もこれ行ってるの？これでいいと思います。蓋をして、今からね、あ、ほんまや、もう入れるとこないしな、じゃあこれ早かったよ、持って帰るわ。
から1時間ほど待って待ちます。あれがうちのテントサイト。ここから見たら木々の中にあるいい感じのテント場ですね。イサが何やら木で遊んでいるようです。もうちょっと。いただきます。ご飯できたかな。ご飯食べ終わりました。お米がないんでちょっとだけ足り苦しいですが、あ、そう、お米ねできてなかったんですよ。結局水が足りなくて、だからもう今日は食べれないです、このお米は。まあでもじゃがいもをたくさん持ってきたんで、それが炭水化物です。今は焚き火をしております。管理人のおっちゃんが薪をたくさん持っていてくれたんで500円で買いました。この薪です。ピコグリルはやっぱりこうどんなに大きい薪でも気にせず詰めるのがいいですね。もうライトをつけてます。ちょっとだけあたりは暗くなってきました。今時間が6時23分。もうちょっと焚き火をしてから温泉に行きます。はい、今ね焚き火終わって温泉に向かっております。で、車で10分ぐらいの八風の湯に行きます。では入れ行きます。はい、着きました。八風の湯です。で、ね、僕の地元にも同じ系列の味噌がお店があって、味噌結構好きなんですよ、この温泉。では温泉でゆっくりしていきます。はい、温泉から戻ってきました。ちょっと焚き火しようかなと思ったんですけど、明日仕事なんで今日も早く寝るので焚き火はまた本日にします。ちょうど9時半前です。今日は天気が良くて星空も見えています。ちょっと時間があれば星も撮りたかったんですけど、これもやっぱバッグです。じゃあ今日は寝ます。おやすみなさい。
5時半です。今は5時ぐらいから起きてその辺ぶらぶら散歩してました。どうでしょう、綺麗じゃないですかね。写真もね、今何枚か撮ってて浅い方です。今日はこの後ちょっとまあもうちょっとしてから、今ねちょっとまだ皆さん寝てると思うんで、皆さんがちょっと起き始めてから朝ごはんを食べて、ちょっと今日は早めに撤収して帰ろうと思います。理由はね、僕は今日夜勤入りの日なんで、ちょっと早めに帰って片付けをして一回また仮眠を挟んでから仕事に行きたいと思います。切ってますね、パン。今日の朝ごはんはコンビニの朝ごはんです。金のウインナー、コーンクリーム、ゆずりだかな。フライパン便利です。コンパクトで軽いし。またリンク貼っておきます。これでも毎回向上してる。仲間集めたいわ。はい、片付け終わりました。今日は7時前です。今から大阪に帰って僕は仕事へ行ってきます。どうもご視聴ありがとうございました。じゃあね。